ニューヨーク連邦準備銀行サウス、ウィリアムストリート13から15ウィリアムストリートは、ニューヨーク市ローアーマンハッタンのフィナンシャルディストリクトを走る通りである。この通りは、マンハッタンで最も古い通りの一つであり、1660年のニューアムステルダムのカステロ地図にも描かれている。この通りは、基本的に南西から北東への一方通行であり、途中でウォールストリートと交差する。 南端はブロードストリートと突き当たる地点で北端はスプルースストリートと突き当たる地点であるビーバーストリートとブロードストリートの間の区間はサウスウィリアムストリートと呼ばれているビークマンストリートとスプルースストリートの間のニューヨークダウンタウン病院の前の区間は歩行者専用となっているこの通りの名前はピーター・ストイフェさんとの同乗者として1647年に ニューアムステルダムにやってきた、ウィリアム・ビークマンから付けられている。ビークマンは、オランダにシンド会社の事務官として、キャリアを始め、後に、市長を休憩務めた。ウィリアム・ストリート及びサウス・ウィリアム・ストリートは、オランダ統治時代はそれぞれスミストラ及びスライクストラと呼ばれていた。また1800年代半ばまでは、それぞれスミス・ストリート及びミル・ストリートと呼ばれていた。 この通り沿いの建物はこの地域の財政基盤となっている。それらの用途は高級コンドミニアム、オフィス、そして少なくとも一つのカンファレンスセンターなどである。主な建物を一家に示す IRT ブロードウェイ -7 番街線はウィリアムストリートの地下を走っており、ウォールストリート駅とフルトンストリート駅がこの通り沿いにある。ありがとうございます。